試合中にチームを励ますことである。サッカーは、丸い球体を用いて1チームが11人の計に、チームの間で行われるスポーツ競技の一つである。アソシエーションフットボールないしは、アソシエーション式フットボールとも呼ばれている。他のフットボールコードと比較して、手の使用が極端に制限されるという特徴がある。集球ともいう。サッカーは、 210を超える国と地域で多くの選手たちによってプレーされており、4年に一度行われる FIFA フフワールドカップのテレビ視聴者数は全世界で通算310億人を超えており、世界で最も人気のあるスポーツといえる。試合はそれぞれの短い方の辺の中央にゴールがある長方形のフィールドでプレーされる。試合の目的は 相手ゴールにボールを入れ得点することである。スポーツ文化としてのサッカーについては、サッカー文化を参照。2010年に、オーランドのマリエハムンに本拠を置くオーランドのサッカークラブであるイフックマリエハムンのサッカー選手。1チームは、基本11人。少なくとも7人以上いれば試合ができる。日本における少年サッカーの8人制など、少人数制のルールもある。 二チームが敵味方となり、一個のボールを主に足を使って移動させ、自チームのゴールを守りつつ、相手チームのゴールへ運び、相手ゴールにボールが入ると、自チームの得点が一点加算されるゴール型。試合は制限時間のホイッスルによって終了し、時間内により多くの得点を記録したチームが勝ちとなる。足を使うことが基本であるが、手と、 腕以外の部分であれば使っても問題ない。例えば、もも、胸、頭、肩、膝などが挙げられる。手や腕でボールを故意に扱った場合は反則となる。各チームには一人だけ、ゴールキーパーというゴールを守る特別な役割のプレイヤーを置くことが定められている。ゴールキーパーだけが、ジゴール前の一定の領域内に限り、手を含む全身でボールを扱うことを許される。 発祥の地であるイギリスでは、正式には、アソシエーションフットボール、ツーレイフットボールが使用される。アメリカ、オーストラリアでは、ラグビーフットボール、アメリカンフットボールとの混合を避けるため、サッカーを使用する。アメリカンフットボールは、アメリカでは、フットボールイギリスではを使用する。サッカーは、アソシエーションの短縮系倉庫に、設備時3案をつけてできたとされる。 日本では、フットボール、足利宗球宗球などと呼ばれてきたが、ラグビーフットボール、アメリカンフットボール特別し、故障をはっきりさせるために1960年頃から、サッカーと呼ぶようになった。従来の日本宗球協会は1974年に、日本サッカー協会に改称した。国際サッカー連盟に加盟する国の約9割は、フットボールを、 自国の言語に訳した単語を使っており、サッカーと呼称する国は少ない。世界的に、英語、フットボールが外来語となり広く用いられている。フランス語、フットボールを筆頭にして、スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語などのロマンス語の系統に典型である。また、スラブ語派のロシア語、ウクライナ語、ベラルーシ語、セルビア語、ブルガリア語では、 キリル文字による表記も同一でファイを用いる。これをラテン文字で表記するとフットボールになりスペイン語のものと同一である。次に A、フットボールをフットとボールに分解して自分たちの言語での訳語をそれぞれ当てはめる故障の仕方が存在する。ドイツ語、フスバルが典型でファスがフットにボールがボールに相当する。ヨーロッパの言語では ゲルマン語派に特徴的な表記方法であるが、これらの言語は語彙的に英語に近いため、ドイツ語、ボールと英語、ボールのように語彙的な違いがないか、あっても、ファストフットのように違いが、それほど感じられない場合も多い。オランダ語、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語、アイスランド語等がこれに相当する。この方法を踏襲するのは、ゲルマン語派に限らず、 近隣の言語にも影響している。フィンランド語やギリシャ語、アラビア語などが相当する。これらの言語は、英語と語彙がかなり乖離しているため、ゲルマン系の言語とは印象が大きく異なる。また、フットボールを外来語として用いることが多い、ロマンス語の系統の中で、イタリア語がこの表記法に近い面を有する。カルチョはもともと、ケるという意味の言葉が変化したものである。 イタリア語でカルチョと呼ぶのは歴史的な理由があるためである。また、スペイン語バリムピーズという言葉がある。これはバロンとパイを組み合わせた語であるが、一部のクラブの名称としては使われるが、英語からの外来語のフトボルの方が一般的である。漢字文化圏における漢字表記でも中国語足玉が当てられている。 これは、ゲルマン系の言語と同じケースである。一方同じ漢字文化圏でも日本語では、周教という漢字が当てられている。これは、古来の遊戯、蹴鞠を連想して名付けられたと言われ、文献資料等を検討すると、日本に、サッカーが、本格的に普及し始めた1905年以降の、創作と考えられる。これ以前の文献には、フートボール、 アッソシエーションフットボール、フットボールが参見され、宗教が現れるのは、大正時代になってからである。漢字表記自体が一般的ではないものの、朝鮮語における漢字表記も宗教が用いられる。これは、1945年まで続いた日本統治の結果として、同一の境会の下にあった影響が大きい。 漢字表記が用いられなくなっても呼び方はこのままで変わっていない。日本語ではこれまでのケースがフットとボールという組み合わせだったのに対して蹴るとボールとしこのスポーツを動的に捉えた役をしていることが見て取れる。このように蹴るとボールを組み合わせたのは日本語に限定されたものではない。イタリア語のカルチョもこれに相当するがハンガリー語ラブダルガス。 ベトナム語、BNG などがこれに相当する。サッカーという名称は、が転化したものである。イングランドで19世紀後半に流行った語尾に ER をつけるという通称の付け方に由来し、同時期にラグビーがイングランドでラガーと呼ばれたこととも共通する。サッカーという故障は、他のフットボールと区別する必要がある場合に用いられやすい。 サッカー以外のフットボールの方が普及し認知されている国では区別のためにサッカーが用いられる傾向が強い。フットボールという故障は例えばアメリカではもっぱらアメリカンフットボールを指し日本ではフットボールという言葉を用いてサッカーだけを思い起こすことは難しいためサッカーを用いて端的に区別する必要が生じる。なお、境界名称に サッカーに当たる語を使用しているのは、フィファ加盟国では、アメリカ、カナダ、マイリオバージンの3カ国、地域のみで、日本協会は便宜的に国内でのみ使用している。ペナルティーエリア内からの近距離シュートを決めようとする選手サッカーは、ローズ・オブ・ザ・ゲームとして知られている一組のルールに従ってプレーされる。試合は、サッカーボールとして知られている休憩のボールを使用して、 プレーされる。それぞれ11人の選手からなる2チームは相手チームのゴールにボールを入れ得点することを競う。試合終了の時点でより多くのゴールを記録したチームが勝者となる。もしゴールが同点の時は試合は引き分けとなる。勝ち負けをつける場合は延長戦をすることになる。それぞれのチームは1名のキャプテンによって引きられる。 競技規則で定められているキャプテンの唯一の公式な責務は、キックオフあるいはペナルティーキックの前のコイントスに参加することである。試合における主要な規則は、ゴールキーパー以外の選手はプレー中に手あるいは腕を使ってボールを恋に扱ってはならないということである。スローインによる再開の際には手を使用しても良い。 選手は大抵ボールを動かすのに足を使用するが、であるいは腕以外の体のどの部分を使用しても良い。通常のプレイ中は、すべての選手はどの方向にボールを動かしても良いし、ピッチの至るところに移動しても良いが、オフサイドポジションでボールを受けることはできない。典型的な試合では、選手はドリブルでボールをコントロールしたり、チームメートにパスをしたり、 相手ゴールキーパーによって守られたゴールに向かってシュートしたりすることで得点機会を作り出そうと試みる。相手選手はパスを途中で捕まえたり、ボールを保持した選手に対してタックルしたりすることでボールの支配を取り戻そうとする。しかしながら相手との間の身体的接触は制限されている。サッカーは一般的に流動的なゲームであり、 プレーが止まるのはボールがフィールドを出るか、規則違反のために審判によって、プレーが止められた時のみである。停止後、規定の方法によって、プレーを再開する。ボールがゴールに入るのを止めるために飛び込んでいる、ゴールキーパープロフェッショナルレベルでは、ほとんどの試合でわずか数ゴールしか生まれない。例えば、 2005から06シーズンのイングランドプレミアリーグでの1試合平均ゴール数は2.48であった。競技規則ではゴールキーパー以外のポジションは規定されていないが多くの専門化された役割がこれまでに生じている。これらは3つの主要なカテゴリーが含まれる。得点が主な役割であるフォワード、相手チームの得点を防ぐことに専門化したディフェンダー。 フォワードにボールをパスするために相手からボールを奪い保持するミッドフィールダーである。これらのポジションの選手はゴールキーパーと区別するためにフィールドプレイヤーと呼ばれる。これらのポジションは選手がほとんどの時間に位置しているフィールド上のエリアに応じてさらに細かく分けられる。例えばセンターバックやレフトミッドフィールダー、ライトミッドフィールダーなどである。 10人のフィールドプレイヤーの組み合わせは様々である。それぞれのポジションの選手の数がチームのプレイスタイルを決定する。フォワードが多く、ディフェンダーが少ないチームはより攻撃的となるが、逆はより守備的なスタイルとなる。選手は通常特定のポジションで試合のほとんどを過ごすが、選手の移動に関する制限はほとんどなく、いつでもポジションを入れ替えることができる。 選手の配置はフォーメーションとして知られている。チームのフォーメーション及び戦術の決定は大抵チームの監督の権限である。少なくとも古代の頃からあったとされる。新石器時代の現中国地域の地層から石の玉が発見され、中国マスコミはこれをサッカーの起源として報道したが、蹴った証拠は見つかっていない。南米ではアマゾンの熱帯雨林から 天然ゴムが採取できたため、早くからボールを蹴る競技が行われていた。パタゴニアやアンデスのインディオ文明からは、様々なボールや、ボールを蹴る、競技の証拠が見つかっている。足でボールを蹴る遊戯は、考古学的には、古代エジプト、古代ギリシャ、古代ローマから足でボールを蹴る人物のレリーフが、発見されている。中国では、戦国時代に、 足でマリを蹴り合う蹴りという遊戯が存在したことが前巻末の戦国作に見える。なお、FIFA のホームページでは最も古い形態のサッカーとして中国の蹴鞠を載せている。2014年に FIFA のゼップブラッター会長が中国の博物館に中国はサッカー発祥の地とする認定証を送った際は物議を加した。イタリア17世紀。 フィレンツェで行われたカルチョ・フィオレンティノの様子15世紀、イタリアでも、イングランドのフットボールによく似た、カルチョという遊びが存在した。この遊びが、イングランドやフランスと決定的に異なる点は、農村地帯の広い空間でなく、都市の限られた空間である広場で行われていたことで、ある。そのため自ずとフィールドが限定され、参加人数も限られたものとなり、 簡単な役割や作戦も決められていたようで、これは現在のフットボールにかなり近い存在であったと言える。フットボールやカルチョのような遊びは近世末までヨーロッパ各地で行われていた。イングランドで行われていたものについては決められたルールなどなく色々なやり方でプレーされており、そのため極めて乱暴で殺人を除く。 あらゆる手段が使われ、時に死者を出すことすらあったため、1314年に、ロンドン市長が、エドワード2世の名で禁止令を出して、以降、1847年までの533年間で、分かっているだけで42回にわたって禁止令が、出されている。16世紀に、宗教改革が行われると、禁欲的な生活から、少し開放的になり、 国王の庇護のもとに試合が行われるようになった。ところが18世紀中頃から19世紀にかけて、勃興した産業革命によって、大量の工場労働者を生み出すために、農村の共同体が崩壊させられると、次第に廃れていった。農村の代わりにフットボールをレクリエーションとして、受け入れ近代的な、スポーツとして成立させたのがイングランドにおける、パブリックスクールである。 パブリックスクールでも当初は農村での遊びに近い形態で行われていた。18世紀の後半にパブリックスクールが上流階級の指定のための教育機関となると、生徒は自分たちよりも下の階級に属する校長や教師の指導に従わなくなった。この時期にかけてのパブリックスクールには乱暴な雰囲気があり、フットボールもそのような雰囲気の中で行われ、 フットボールは上級生が下級生に権力を振るうための一つの手段になっていた。産業革命により新たに台頭した企業家たちがパブリックスクールの運営にも関わるようになると上級生が下級生を支配するのではなく教師の権利が確立され学校の規律が守られるようになった。こうしたパブリックスクール自体の改革によって フットボールもまたルールに基づき人格形成に役立つようなスポーツを目指すようになった。この時点でのフットボールは学校ごとにルールが異なり他校との試合の際はその都度ルール調整のための話し合いが持たれていた。しかし、これでは手間もかかる上、ルールに対する理解に齟齬をきたすためしばしばルール統一を目指した競技が行われた。そのため、 共通ルールが1846年、ケンブリッジ大学で立案された。これが、現在のサッカーのルールのもとになった。ケンブリッジルールの特徴として、ラグビー公式のルールがほぼ取り入れられなかったことが、挙げられる。上流階級の出身者が多いイトン校や、ハーロー校の卒業生が、中流階級の指定が、比較的多いラグビー校の卒業生を隠したと、みなしていた。 階級差別もこの一因であったことが指摘されている。こうして1850年代までには、イートン校を中心とする、手を使うことを制限する、ルールと、ラグビー校を中心とする、手を使うことを強化する、ルールとの二大勢力に収束していったが、両者の間には依然として大きな隔たりがあった。1863年には、一部のクラブはボールを手で、 持って運ぶこと、ボールを運んでいる、相手のすねを蹴ることを認めるラグビーコースタイルのルールを採用し、その他のクラブはどちらも禁止していた。1863年10月26日に、イギリスのロンドンにある居酒屋フリーメイソンズタバーンにて、ロンドンの12のクラブが、統一ルールの作成と、試合における同ルールの運用に携わる協会の設立を目指した会議を開いた。 参加したクラブは、バーンズ、ブラックヒース、ブラックヒーススクール、クルセイダーズ、クリスタルパレス、フォレスト、ケンジントンスクール、ノーネームズ、パーシバルハウス、サー・ピトンなどである。この日が、フットボール協会の公式な設立日とされる。この日の会合ではハッキング派と反対派との間の、激しい隔たりがあった。 同年11月17日の会合ではハッキング派が優位に立ち、この問題を議論した。FA の主治エベネーザー・コブ・モーリーによって起草された、FA の規則の諸行はこの好みを反映し、今日ではサッカーよりもラグビーに近いとみなされるで、アロー多くの要素を含んでいる。11月24日の会合では、ハッキング派が再び過労じで過半数を占めた。 しかしながら、この会合で、モーリーはその年の10月に出版され、キャリングとハッキングを禁止したケンブリッジ大学のフットボール規則に出席者の注意を向けさせた。ケンブリッジルールの議論とこの問題に関して、ケンブリッジと意思疎通を図ることを進める提案によって、規則の最終的な調停は12月1日の会合に先延ばしとなった。 ラグビー式フットボールを支持する多くの代表者は、この追加会合に出席せず、結果として、キャリングとハッキングは禁止された。最も顕著なハッキング派であった、ブラックヒースのフランシス・キャンベルは、ハッキングに賛成する規則が採用されるのを防ぐ、ために11月24日の会合を不適切に、運営したとして、FA 会長、アーサー・ペンバー、モーリー、 そして彼らの仲間を休断した。ペンバーはそういった非真史的な行為の訴えを否認した。ブラックヒースと他のハッキング支持派クラブはこの論争の結果として FA を脱退した。同年12月 FA の規則の最終版が正式に採用、出版された14条からなる統一ルールが誕生した。 これを現代サッカーの始まりとみなすことができる。FA のフットボールは、境界式フットボールと呼ばれるようになった。その省略系倉庫に、人を意味する ER をつけたものが、サッカーの語源であり、1880年代頃から、使われていると言われている。1863年の規則と現在の規則との、大きな違いは、以下の通りである。 この FA ルールでの初の試合は、1863年12月19日に、イングランドで行われたリッチモンド対バーンズ戦で、0から0の引き分けだった。1850年代は、英語圏で、パブリックスクールや大学との係りを持たない多くの、クラブが設立され、様々なルールでフットボールをプレイしていた。そのうちの一つの北部のクラブである、 シェフィールド FC は1858年にシェフィールドルールを策定し、このルールは北部地域ではサッカーよりも人気を博していた。シェフィールドルールではコーナーキックやスローイン、クロスバーが考案され、またフェアキャッチを廃止したことによりヘディングの技術が発展した。サッカーはこれらの要素を取り込みつつ、最終的に1877年には、 FA のルールとシェフィールドルールが統一された。ゴールキーパーのポジションは1871年に導入された。なお、FA から去ったハッキング派は1871年にラグビーフットボール連合を設立した。1872年、イングランドとスコットランドの間で行われた世界初の公式国際試合イングランドのパブリックスクールで始められたサッカーは、 パブリックスクールの OB を中心に早い段階から、イギリス各地域に広まっていった。1870年3月5日、ロンドンのケニントン・オーバルで、非公式ながら、世界初の国際試合がイングランドとスコットランドの間で行われ、1から1の引き分けに終わった。その後、この試合も含め両者は5回にわたり、非公式国際試合を行った。 一連の非公式国際試合は、それらの試合を企画した、イングランドサッカー協会第四代事務局長、チャールズ・ウィリアム・オールコックの名前にちなんで、オールコックの国際試合と呼ばれている。1872年11月30日に、グラスゴーのパーティック地区の、ハミルトンクレッセントグラウンドで、世界で、最初の、公式国際試合が、イングランドとスコットランドの間で実施された。 スコアは0から0の引き分けだった。その後1880年代までにスコットランド、ウェールズ、アイルランドではサッカー協会が結成された。19世紀後半のイギリスは世界中のあらゆる場所に進出する大英帝国であったのでサッカーが世界中に伝播されるのに非常に都合が良かった。サッカーは最初海外に進出するイギリス人が 駐在先でプレイしたことによって伝えられた。1880年代末までには、ベルギー、スイス、フランス、ドイツといった西ヨーロッパ、中部ヨーロッパ、1890年代末までには、東ヨーロッパや南米に、20世紀初頭には、アジア地域にも伝播した。1863年イングランドで、 近代サッカーが誕生した時からイングランドはロングボール戦法だった。イングランドに勝てなかったスコットランドは1867年にショートパス戦法を考案。スコットランドはショートパス戦法確立後1872年から1882年の10年間でイングランドに対し7勝2敗に分け得点39。 失点31試合平均得点3.55、平均失点1.91と大きく勝ち越した。この二つの戦法が近代サッカー伝来と同時か、時を経て各国に伝播されていき、各国のサッカー戦術の源流となった。各国でいつ、どのようにサッカーが伝播し受容されていったかについては、各国のサッカーの項目にある歴史の項を参照されたい。 イングランドでは1872年に最初のサッカー大会となる FA カップが開始された。これは他の多くの国、地域でのカップ戦のモデルになっている。FA カップでは最初はアマチュアクラブや大学チームが活躍していたが1880年代に入ると生活保障を受けるプロフェッショナルプレイヤーが誕生しこれを主体としたクラブが上位を占めるように なった。こうした国内競合クラブを集めて実施されたのが1888年から始まったフットボールリーグである。これはサッカーでは最初のリーグ戦であり、多くの国、地域が自国のリーグ戦のモデルとしている。20世紀初頭までにイングランドでは完全にプロフェッショナルが主体となり、他の国、地域でもこれに追随した。 アマチュアとプロフェッショナルの間で多少の圧力があり時期的な違いが見られるものの当時競合国と呼ばれていた国地域のほとんどは1920年代までにプロフェッショナルへの移行を果たしているプロフェッショナルとなった彼らに払われるサラリーは当初ごくわずかなものでありこれはパブ仲間内で出し合ったお金でやりくりすることは可能であった次第に 選手へのサラリーが増大し、高額な遺跡金で選手を集めるクラブが出現し始めると、小学の資本でクラブを運営していくことは難しくなり、クラブの運営はより大きな資本を持つ者の,の手に委ねられるようになった。最初は企業家、商人、医師といった地元の名士が名乗りを上げたが、1920年代以降になると、次第にもっと大きな資本が、 クラブの運営に手を出すようになってきた。フィアットの資本的講演を受けたユベントスや、フィリップスの講演を受けた PSV やイントホーフェンなどは、その一例である。サッカーで、最初の国際大会は、オリンピックのサッカー競技であった。公開競技としては、第1回のアテネオリンピックから行われており、1908年ロンドンオリンピックで、公式競技として採用された。 オリンピックのシステムとサッカーのそれは互いに矛盾する点がいくつか見られた。前述の通り1920年代までに強合国のほとんどがプロフェッショナルへの移行を果たしていたが五輪憲章でアマチュア条項が規定されたオリンピックのサッカー競技では最強のナショナルチームを結成することは不可能であった。1904年に結成された国際サッカー連盟は 1930年からアマチュアもプロフェッショナルも出場可能な真のサッカー代表世界王者を決める大会として FIFA フフワールドカップを開始した。なお、ワールドカップという名称を最初に用いたのはサッカーである。以降アマチュアのオリンピックは急速に興味を失われていくことになる。なおオリンピックサッカー競技はその後、 1984年のロサンゼルス五輪によるプロ参加の容認などの制度の変遷を経て、1992年バルセロナ大会以降は男子に関しては23歳以下の選手による大会という性格を得るに至っている。なお、女子は1996年アトランタ五輪から五輪競技に採用され、採用時から現在まで女子 A 代表の大会となっている。 同じく女子 A 代表のフィファ女子、ワールドカップは1991年から開催されている。また、スキャモンの発達曲線から区分された、育成年代のサッカー選手の各発達段階に、国際経験を積むことで、さらなる成長を促すという目的で、各年代別世界大会が、男女とも開催されている。男子は1977年に開始された。 フィファワールドユース選手権、女子は2002年に開始された FIFA U、フィファ U-20 女子ワールドカップが最初に開始された、フィファの年代別世界大会である。第二次世界大戦後には、各大陸連盟が設立され、これらのもとで、大陸別選手権が開催されるようになった。また同時に、各大陸連盟は、クラブチームによる、 大陸別選手権も実施した。ただしクラブチームによる世界選手権 FIFA クラブワールドカップが創設されるのは21世紀を待たなければならなかった。国別のサッカーの人気度。緑はサッカーが最も人気のあるスポーツである国。赤はそうでない国。色が濃いほど1000人あたりの競技人口が多いことを示す。サッカーはボール以外に 特に重要な道具を必要とせず、ルールも単純なため、先進国のみならず、経済水準や教育水準が低い国に至るまで広く普及している。11人でチームを作りグラウンドの上でプレーするという形態以外にも様々な姿に形を変え、ラテンアメリカやヨーロッパを中心に老若男女を問わず、世界中のあらゆる地域でプレーされている。 世界中のほとんどの国でナショナルチームが組織されていることはその現れの一つである。母数が多いため純粋な統計を調べることは難しいが競技人口及び国際的な認識が最も高いスポーツの一つであると言える。FIFA には2016年5月13日時点で全世界211の国と地域のサッカー協会が加盟しており、この他にも フィファ未加盟のサッカー協会が複数存在する。競技人口は2006年時点で2億6500万人以上で、競技人口に審判や競技役員も合わせた。サッカー競技活動従事者は2億7000万人以上と、国際サッカー連盟は発表している。2006年時点の各国別の競技人口ランキングも、フィファ公式 HP で閲覧することができる。 ただし、2006年時点での FIFA フフ加盟協会のみ、オールプレイヤーズは、各協会未登録者も合わせた、競技人口、レジスタードプレイヤーズは、各協会登録競技者人口、アンレジスタードプレイヤーズが、各協会未登録競技人口、クラブスが、クラブ数、オフィシャルズが、競技役員総数、11人集めて、チームを作り、 グラウンドの上でプレーするという制約を除けば、現代のサッカーは以下のような形態でも行われている。これらについては、上記各項目を参照。このうち、フットサルとビーチサッカーについては FIFA によって世界選手権が開催されている。また、その他にも、素材地と呼ばれる新しい形態での取り組みが増えている。20世紀中頃まで競技者は、 男性が中心であったが、近年では女性の競技も認知され、また他方では健常者だけでなく、障害を持つ者に対してプレーできるよう取り組みがなされてきている。女子サッカーの試合20世紀初めまでサッカーは男が行うスポーツと見られていた。女性が男性のように髪を乱して、スポーツをすることは、はしたない行為であり、ことにサッカーは太ももをろにする動作がみだらで、 あるといった認識がされていた。ただ実際には女性による競技も古くからごく、わずかながらも行われていた。第一次世界大戦において、女性も総力戦体制に動員されるが、これを受けて、戦後は女性の地位が向上し、婦人参政権の確立などの権利拡大が図られた。並行して女性がスポーツをすることも認められるようになり、 1920年代には女子サッカーは一つのピークを迎えた。しかし様々な理由で女子サッカーは不当な扱いを受け続け、試合のみならず練習会場すらままならない状況が続いた。その後、1970年代頃から女性にも競技機会が開放されるとアメリカや北欧を中心に女子サッカーは発展。百九十一年には フィファ女子ワールドカップが開始され、1996年アトランタオリンピックからオリンピックの正式種目に採用されるなど少しずつ市民権を得てきている。20世紀末から体や発達に障害を持つ人向けのサッカーが広く行われ、ワールドカップ大会が開催されたり、パラリンピックやスペシャルオリンピックスなどの大会に採用されたりしている。 日本では FIFA ワールドカップ開催後の2002年8月に2002イノズフィドサッカー世界選手権大会が国際知的障害者スポーツ連盟へと日本サッカー協会により東京、神奈川で開催された。サッカーのルールは全17条の項目であるサッカー競技規則とこれ以外の国際サッカー競技会の通達やガイドライン等によって構成されている。 サッカーの競技規則は FIFA ではなく国際サッカー評議会が定めている。2015年2月頃に改正されたサッカー競技規則2015-2016までは IFAB が制定したルールを FIFA が冊子として発行していたが2016年3月 IFAB 年次総会で改正されたサッカー競技規則2016-2017以降は IFAB が 直接ルールの英語版、フランス語版、ドイツ語版及びスペイン語版の冊子を発行している。文章表現や解釈に疑問が生じた場合は、英語版の協議規則に基づくものとされている。イファブが毎年2月末頃に開催する年次総会において、ルール改正を討議し、出席者の3、4以上の賛成を得た場合、ルールが改正される。つまり、 ルール改正には、FIFA の4票、A 本土4協会が、各1票の、計8票のうち6票以上が必要であり、FIFA だけでも、A 本土4協会だけでも決められないようになっている。新競技規則は5月末までに、FIFA から FIFA 加盟各国のサッカー協会に通達され、6月1日から、全世界で施行される。つまり、毎年サッカーのルールは細かく変更されている。 そのため、審判は、毎年、更新講習会を受ける必要がある。近年、イ f a ブ年次総会で結論が出なかった内容などについては、6月か7月のイ f a ブ特別会議を経て、その他の指示や方向性として、改めて伝えられるようになった。したがって、以下のルールも変更あるいは削除されている場合がある。例えば、キーパーチャージの反則は、 1997年のルール改正で削除され現在は存在しない。最新のルール及び通達については、日本サッカー協会公式 HP などを参照のこと。フィールド参照、サッカーのフィールドサッカーボール参照、サッカーボール参照、競技者の用具フィールド内に主審が、タッチライン外側に、副審2名が置かれる。大きな大会ではこれ以外に第4。 第5の審判員が設置される。最近では、VAR も導入されている。参照、審判員キックオフ、直接フリーキック、間接フリーキックもしくはドロップボールで試合が開始、再開される。キックオフは前、後半の開始時と得点の後に行われる。試合前にコイントスで勝ったチームがエンドを選ぶか、前半にキックオフをする。 後半はエンドを入れ替え、前半にキックオフしなかったチームがキックオフする。ドロップボールは、インプレー中に主審が試合を止めた時の再開方法。ドロップボールはボールが、グランドに触れてから蹴る。空中で蹴るとやり直し。相手側ゴールラインより前に、相手側の選手が二人の時に、相手選手たちより前。 あるいは間に味方が立ち、その味方にボールを蹴り出す行為。または、ボールに関与する動きをすること。または、相手選手を邪魔すること。参照、オフサイド参照。ファウル反則を犯したチームへの罰として、相手チームによって試合を再開させるキック。直接得点できる直接フリーキックと、他のプレイヤーに触れてからでないと得点できない、間接フリーキックがある。 フリーキックの際は、守備側選手は、一定距離離れなければならないが、その距離が満たされていなくても、攻撃側は一定の場合を除き、キックでプレーを始めることができる。参照、フリーキックペナルティーキックペナルティーエリア内で反則を犯したチームへの罰として、相手チームに与えられるキック。ゴールから11メートルの位置から、 GK 以外に妨害されることなく直接得点を狙うことができる。参照、ペナルティーキックタッチラインを割った時に最後に触れた、選手の反対のチームが、ボールが割った位置で頭上で両手を使って、ボールを投げ入れて試合を再開する。この時、両足を地面についていないといけない。直接ゴールを狙うことはできない。スローインのボールは、オフサイドの対象とならない。 参照、スローインゴールラインを割った時に最後に触れた選手が攻撃側だった場合、守備側がゴールエリア内にボールを置いてキックで再開する。直接ゴールを狙っても良い。ゴールキックのボールはオフサイドの対象とならない。参照、ゴールキックゴールラインを割った時に最後に触れた選手が守備側だった場合、フィールドの角を示すコーナーポストの位置から相手に、 邪魔されない形でキックすることができる。直接ゴールを狙っても良い。コーナーキックのボールはオフサイドの対象とならない。参照、コーナーキックを大きく分けて次の4つのポジションがある。参照、サッカーのポジション守備技術はディフェンスを参照サッカーナショナルチームの主な国際大会サッカーの大会は世界中で数多くある。 年齢別にも多くの国際大会を経験することが可能で若い選手の成長につながっている。また、その多くの国際大会を開催する開催国にとってもホスト国としての国際的な経験とノウハウを得ることが可能である。ありがとうございます。